体育大学駅は台湾桃園市亀山区にある桃園木城早雲の駅。駅番号は普通車が停車する。UU、一通り始め各種 IC 交通カード、電子マネーが利用化。台北盆地から林口第一への高低差の大きい区間に設けられたため、両隣の駅は高架駅だが、当駅は地下に設けられた。当初の駅名は 体育園区だったが、県市合併で、直轄市に昇格後、中区の東園体育園区駅との混同を避けるため、現在の駅名となった。2017年夏季ユニバーシアードで、いくつかの種目が、周辺の大学を会場として開催される。ホームは、地下2階にある。相対式ホーム2面2線の地下駅。フルスクリーンタイプのホームドア設置駅。出口は、 文化一路の両側に二つある。機場早運各社単出入口示せいと、桃園市政府新聞書。2019、公園、公席提案制り祭、提案受給、名医官求委員大化登場機場早運及び、天井集なタゲ運財団法人公共,共関係基金会。PQ、P11、2019年9月15日閲覧。ABC、 空港船来月2日に、プレ開業1ヶ月間無料で乗車可能、台湾。フォーカス台湾。http コロンスラッシュスラッシュジャパン c n a c o m テイラー・ワッツ、ニュース、エードラ、2017億125万10、アスピックス。ありがとうございます。